やばい、聖地、レトロアイテムの聖地。レトロキッズ、どうも、チャンネルレトロキッズへようこそ。鉄道キッズです。さあ、今回は私は鹿児島県鹿児島市上野園というところに来ております。実はこの上野園にもうレトロアイテムの聖地とも言うべきお店があるんです。そのお店がこちら、ガチャポン堂さん。以前仕事の都合で鹿児島に来た時にね、見つけたお店なんですが、ここがまあすごい。お店自体はね、とても小さなお店なんですが、その中にめちゃめちゃレトロアイテムを置いてます。ちなみに以前動画でアップした走るガメラのプラモデル、あれを買ったのもこのガチャポン堂さんなんですね。今回また鹿児島に来る機会がありましたので電話してみたところ、心よく YouTube の撮影 OK いただきました。ありがとうございます。建物もかなり古めかしい感じなので、外見を見るとあれ、パッと見ちょっとお休みかなみたいな感じもしちゃうんですが、ちゃんとやってます。表にはおもちゃ買取専門店と書いておりますが、中ではちゃんと販売もしております。中に入るともうすごい品揃え。うわー、ミニ四駆の食が、あれこんなのあったんだ。うわ、図鑑系も懐かしい。映画のパンフレットかな、 V マドンナ大戦争。ああ、これはちょっと知らないけれども。おお、ハイカラさんが通る。うちのチャンネルのポスターも一時期ハイカラさんが通るでしたよね。このガチャポン堂さん、全部が全部古いレトロなやつっていうわけではなくて、古いのから新しいのまで置いております。このお店の店長さんがゴジラ好きらしくてね、ゴジラ結構多めです。お店の中はもう品物がいっぱいなんで、まあ、リュックとかちょっと大きめのカバンを持ってきてる方は気をつけてくださいね。カールおじさんのフィギュア、うわ、いいな、これ部屋に置いときたい。あ、三ツ矢サイダー系のグラス、服部くんか、いいな。こないだアダムスキーさんでね、少年ケニアのやつは買いましたけれども、うん、服部くんも買ってこうかな。あ、怪物くんの水筒、あれ俺これなんか見覚えあるぞ。え、俺持ってたかな。え、違うかな、似たようなやつかな。ペコちゃんにトムとジェリー、トミカなんかもありますよ。うわー、懐かしい感じの時計、カチカチ言ってる。ってことはちゃんと動いてんだね。あ、この辺はアニメージュフロッケーのトランプとか、これはなん、あ、テレビマガジンさんの付録か。うわー、いいねー。そしてお店の奥の突き当たりを右に行くと、プラモコーナー。あ、浦島、これプラモデルじゃないよね。え、マグナブラスター？ウラシマンのプラモは全部持ってるから、ちょっとウラシマン特集もやりたいなと思ってたんだけど、これちょっとマグナブラスター欲しいな。あ、ゼンマイ式のお化けの Q 太郎。あ、
合体バトルボックス3号だ。メガロマン、うちのチャンネルでもご紹介しましたが、なんとこの合体バトルボックス3号が1000円。うわー、ここで買えばよかった。めんこ、もう私思いっきり世代ドンピシャのやつ。襟巻きトカゲ流行ったよね。え、この消しゴムなんか持ってた気がするぞ。スターザンス3つセット、すげえ、3つ揃ってんだ。建設ドリルロボット、めちゃめちゃ気になるんだけど。めちゃくちゃロボットらしいロボット。奥の方にもミンキーモモサイボーグ009で、エレキングゴモラゴモラ大王者、あ、今井さんのロボダッチテニスロボ。ロボダッチ一時期スポーツ系のやつがいっぱい出てたよね。ダルタニアスもある。おっきいガメラ、目が赤く光る。リモコン、こんなのもあったんだ。ソフビ系もたっぷりありますよ。あ、これ欲しい。音無京子さんとラムちゃん&テンちゃん、なめ猫の写真集。うわ、すごい。このミニカーのこの量どうです？まあこれぐらいあるかと思うでしょ。これ棚じゃないんですよ、これ全部ですよ。これ全部積んであるんです。すごい量。そして中にはトミカ、もうこの辺のやつなんかは古いトミカですよね。さあ、そして前回来た時もびっくりしたんですが、こちら絵本、この量。ジャイアントゴーフの絵本あったんだ。うわ、やばい、懐かしい。まあドリスはわかるんですが、ユーの顔ちょっとアニメとも違う感じの味のある顔してますね。いや、すごい。いやー、これも欲しいな。テレビ絵本、ロボコン、ゴレンジャー、ゲッターロボ、あ、タイムボカンもある。あ、ストロンガー、コンバトラー V、 この辺は栄光社さんのテレビ歌の絵本。あー、ギャバー、アバヨ涙ギャバー。うわ、ジェッターマルスだ。アトムじゃないよ、ジェッターマルスだよ。この辺は楽しい幼稚園とかお友達のテレビ絵本。こんだけテレビ絵本系揃ってるとこないでしょう。ね、先ほども言いましたが、やっぱゴジラ系の充実っぷり。さあ、そしてソフビなどのショーケースでございます。当時もんですよ。そして再下段の奥の方、ソフビなんかに混じって、あれは消しゴム、ガン消し系とか、あとポピニカとかもありますね。わあ、ブルーノア。アリーさんのブルーシャークじゃないですよ。ブルーノアですよ。超合金の009。箱付きだ、すごい。ああ、ソフビ。マスク外せるやつ。これ可愛いんだよな。あ、あれ、超合金のゴーグか。うわー、すげえ。あれ、ゴーグ5000円だ。
わあ、安い。買って帰ろう。ウィングマンの超合金？あったっけ？わあ、覚えてないな。あ、メカゴジラ。ゴジラとメカゴジラだ。超合金もあったんだ。ドラムロ、ダンバイン。ドラムロもあんの？うわー、ソフビもいいなー。あ、ブリキのロボット、これぞロボットだよね。何これ、ライダーがバイクじゃなくてボブスレーみたいなのに乗ってる。これ系、あの三輪車のやつはよく見かけるんだけど、こんなのもあるんだ。服部くんちょっと顔色悪くなっちゃってる。こっちの服部くん血色いいね。この辺はもうつい最近入ってきたそうです。やばい、聖地、レトロアイテムの聖地。アイドルさん関係の本なんかもあります。何気なく上に吊ってるソフビーなんかもすげえいいやつ。ジェッターマルスだ。わあ、マルスのソフビかわいいな。わあ、なんか知らないけどすげえライダーがある。うわ、バイクまでしっかりある。何のやつなんだろう。レジの奥の方にはカセットテープ、懐かしい。はい、ガン消し34個入り3000円。34個入りだって。 SD 系は私あんまり詳しくないんですが、 SD 戦国伝風林火山編文具ギフトセット、そんなんもあるんだ。なんだこのガンダム、ん？佃田のやつ？あ、違う。クローバー。へえ。こんなのあるんだ。知らなかった。300円？こんなん絶対買うやん。もうね、本当にすごいこのお店。私もね、仕事の合間に来てますんで、もうこっからはごめんなさい。もう私、買い物タイムに入ります。さあ、今回は何を買って帰るんでしょうか。お楽しみに。さあ、自宅の方に戻ってまいりました。いや、鹿児島最高でしたね。まあ、後々別の動画にしたりとかもありますので、全てではありませんが、買ってきたもの一部ご紹介していきます。さあ、まずはこちら、服部くんのニンニングラス、三ツ矢サイダー、あとアサヒビール株式会社と書いてありますね。こちら三ツ矢サイダーやアサヒビールを買った時についてきたんでしょうかね。こちら冷たい三ツ矢サイダーを注ぐと絵の色が変わる仕組みになってるようです。さあ、開けてみましょう。元のイラストはどんな感じなんでしょうか。あ、めっちゃかわいい。すごい、このイラストの感じ、もう昭和のグラス感あふれてますね。さあ、それではせっかくですから、一体どういう風に色が変わるのか見てみましょう。残念ながら三ツ矢サイダーがうちにはなかったので、ちょっと氷水でやりたいと思います。どうかな。お、あ、鎖片びらの部分、まさかの鎖片びらがピンクに変わる？意外な色変化。なんか色が変化して服部くんが消えるとか、なんかそんな感じかなとか思ってたんですが、鎖片びらがピンクに変わるでした。あ、あと下の白い花もか。さあ、お次はこちら、ソフビのジェッターマルス。
アトムはあんなに有名なんだけど、意外とジェッターマルス知らないっていう人も多いですよね。一応鉄腕アトムの続編ってことで1977年からアニメ放送もされておりました。いや好きだったなジェッターマルス。僕が見たのは多分再放送だと思うんですが、お茶碗とスプーンがジェッターマルスのやつ使ってたと思います。なんか同じぐらいの時期にキャプテンフューチャーとかも見てたような気がするんですが、うん定かではないです。続いてこちら、カールおじさん。これソフビだと思って買ったんですが貯金箱でした。カール好きなんだけどな、東日本で販売中止になっちゃったの残念だな。カールおじさんの歌、なんか祭りバージョンみたいなの覚えてますね。ハオラガの祭りの太鼓さ打ってばーっていうやつね。そしてこちら、クローバーのホビーコレクションモビルスーツガンダム。もうこの箱の感じと300円っていうお値段で迷いなく買ったんですが、これは一体何なのか中身をよく分かっておりません。まあ裏にはアニメカラーで塗装しようみたいなことが書いてありますのでフィギュアかなと思ったんですが、ガチャポン堂の店長さんはバッチかなんかじゃないかなって言っておりました。それでは中身見てみましょう。どうだ、おおバッチだ、さすが店長さん。っていうかこのバッチめちゃくちゃかっこよくない？箱にはアニメカラーで塗装しようって書いてあるけど、これこのまんまの感じめちゃくちゃいいよね。なんか漫画をそのまんまバッチにしたかのようなね、そんな味わいもあるし、これかっこいい。これ300円はめちゃくちゃいい買い物したんじゃない？続いてメンコのセット、これがすごいんだ。ギャバンでしょ、ハーロックでしょ、ガンダム、ドラえもん、ゴーグル5、ゲームセンター、嵐、スカイライダー、スーパーワン、やっと出たマン、そして嵐、あられちゃん、パタリロ、ハットリくん、ギャバン、ゴーグル5、ザブングル、さらにザブングル、エイティ、ガンダム、ラムちゃん、ガンダム、ガンダム、パタリロ、ロボットハッチャン、サンバルカン、ハットリくん、スーパーワン、スカイライダー、フリテンくん、やっと出たま。絵柄全部最高じゃない？どうこれ、僕ら世代からしたら外れ絵柄なしの最高のラインナップだと思うんだけど。そして今回私の一番のお気に入りがこれ。どうですこのシャーザク、右腕これどうなってんの？右肩のシールド部分もそうなんだけど、右肘の部分もこれどうなってんのかよくわかんないっていうね。で右腕の方に注目させといて、実は左肩のスパイク1個多い。細かく見るとおかしいんだけど、でもこの勢い任せの感じがなんか妙にかっこいいんだよね。いやほんとよく見ちゃうとガンダムの方もくっちゃくちゃなんだけどね。さあ本当はまだまだいっぱい買い物したんですが、今回ご紹介する分としては最後となります。はい、こちらパラパラアニメーショングランプリの鷹、まあいわゆるパラパラ漫画ですね。しかも裏が王選手、王選手っていうのがいいですよね。いやもうボンカレー好きだったな。こちらは昭和53年のテレビランド8月号の付録だったようですね。まあせっかくなんでパラパラやっちゃいましょうよ。うまく見せれるかな。はい、行きますよ。おお、結構見えたんじゃない？それじゃあ王選手の方もやってみましょう。行
けるかな。それおーいいですよ。おーすげ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 ー、すごい王選手だ。いや楽しい。今回めちゃくちゃいい買い物できたんじゃないかな。さあ見ていただきました、ガチャポン堂さん、撮影ご協力ありがとうございました。ほんとガチャポン堂さん品揃えもすごいんですが、店長さんがまた気さくな方で、レトロアイテムのねうんちくとかいろいろ教えてくれたりとかして非常に楽しいお店です。これを見ているキッズたちもね、もし鹿児島に行く機会があったりなんかしたら、ぜひガチャポン堂さん寄ってみてください。といったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよという人はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな宿題やれよ。